はい、おはようございます。戦うのババゲーセンミカトです。はい、地震気をつけてねみんなね、地震、今 5弱、茨城で5弱が今あってちょっと動揺してましたけど、じゃあ、カミングスーンベガ VS ウナムシャロン、ワンピガはシャロンウナム、ツーピガはカミングスーンベガ、じゃあ EX2 プラス大会始めたいと思います。いやーびっくりしましたね。いやミカトが言う味方のね、配線とかが、ね、あの揺れるっていうの相当なあれですからね。そうですね、まあね、震災怖いですからね。さあ、ツープラ大会、シャロンがワンピー側となってます。これ、このゲーム有識者いないの？有識者いますよ、16号さん、あ、じゃあ16号さんじゃない、18号さん、あ、パイナップル頭じゃないですね、パイナップル頭じゃない。18号は女子じゃない、女子ですね。さあめくりからジャックパンチ刻んでいく。さあここへ、あ、まあ、あとで、次試合なんで、はい、あれですね、じゃあ18号さんが有識者。あ、いや、あ、来た。じゃあ18号さんちょっと教えてください。はい、このゲーム、あのシャロンとベガの組み合わせどうなんですか。はいはい、中足の長さが両方一緒なんで、有利的にはシャロンのが有利ですね。なるほど。あの駒投げを持ってるんで、ベガは駒投げに対して飛ぶかエクセルをするしかないと。ああ、なるほど。一方的な読み合いが置き攻めで待ってます。そういうことですか。じゃあベガは結構きついですねこれね。そうですね、ただ地上戦は若干ベガの方が有利かなって感じはします。ああ、なるほどね。さあここはベガ投げ抜けして足払い合戦に終始。スープラ2人とも最近始めたばっかりのプレイヤーなんですけど、あ、そうなんだ。結構しっかりしてますね。この辺のコンボとかもかなり。あ、本当だ。さあここで空中コンボ。さあこの投げていくと、さあここでエクセル指導。いや、アトミカリ、おーおー、最高クラッシャー。これエクセルとエクセルが重なった時ってさ、あれ、はい、やっぱこれは基本的に相手の技が出てない時に技当てればそっちが勝つってことは。はい、そうです、そうです。なるほどね、無敵を生かして相手の技を潰せる。なるほど、そういうことですか。こう、このゲームアドリカリできるんだよ。さあ投げて、これで11、バイバーガー。さあいきなり始まるから、始まるなりいきなり自信があってびっくりしましたけれど、さあここはベガ何度ディスティック画面走る。駒投げを持っているということで、まあ、18号選手的にはシャロンが有利と思っているんですが、まあなかなかね、立ち回り的にこのベガ強いですね。さあ今度エクセルで画面端へ追い込んでいく。ダブル2角半狙っていく。おー、うまい。ダブル2で削っていく。2ヒット。ダブル2はこれ無敵あるんですか。手がないです。ないですか、はい、攻撃判定マジで。ダブル2まず殴っていって、足払いから連続技。ここでエクセルと、あ、これ死にますかね。死んだかな。おかけ、ベガ伸びるから、もう一回ずらすと、あったのはベガ、どちらか、あ、こちらカービングスーン選手ですね。ありがとうございます。はい、じゃあ次、18号さん、有識者枠、有識者同士で、エンテイと、エンテイ君お願いします。大丈夫そうですね。山手線は動きましたね。大丈夫、さっきまでちょっと止まってたんですけど。ああ、そうなんや。じゃあ 1P 側、18号、 2P 側エンテ君、じゃあ試合の方お願いします。昨日チキン君がかわいそうでしたね。あの小田急線がガン止まりしててなんかタクシー乗ったとかなと思って。あああああ、あ、これ外れ、あ、これ外れ、あ、使えないんだ。18号選手、今日ランダムですか。ランダムです。ランダムで使えないチュンリーを選んでいたので。そして剣、エーテ君でございます。うちの有識者たちはあれですね、空気を読みますね、ランダムというね。さあここは飛んでいくが、一つっぽい対戦になる。そう、エクセルを使っていくね。永久が使えない。まあ永久コンボがあるんですかこのゲームは。これなんか百列やってちょんちょんみたいな、そんな永久があります。チュンリーが相変わらず強いゲームになっていると、さあ足払い刻んでいく。さあ、まあ言うてもチュンリーなんで、さあここへってじりじり近寄っていくが、中足で、中足で追っ払っていく。さあ、あ、いえ、あれ早いな。早いっすね。早いね。さすがチュンリーの中足。さあもう一回、さあここでヒット確認、ちょっとつながってなかった、つながってなかったですね。スパコさあ裏裏まで、もう一度ホームクラスター。さあエーテピンチ、中断攻撃に近寄って画面に追い込んで、またヒット確認からのスパコン、うまい、落ち着いている。あーっ、不自然だよ。
疾風陣雷昇竜拳、疾風陣雷昇竜拳、新竜拳だ、疾風陣雷新竜拳、すごいですね、全部合わせちゃったそんな技があったんですね。おアイセル返した、投げている、これゲージ入っただけですね、ゲージ入っただけかもしれません、転がって勝利、ここは落ちるカード、波動拳、波動拳、中足払い、波動拳、中足、あー、やいよ、あの中足、あーガード、間に合った、こかして、こかして、中足、勝ったのは18、おめでとう。じゃあ次、ナルト死にかけ、はい、じゃあナルくんと死にかけくんお願いします。ゲームオーバー。茨城南部って大丈夫ですかね、西野んち大丈夫ですかね、心配ですね、西野さんところ。じゃあワンピー側死にかけくん、ツピー側、ナル、さあこの2人が EX2 プラスをやってるところ全く見たことがないんですけれども、大丈夫なんでしょうか。なる、メガレッコ、もう死にかけが竜選んでる時点でやばい、やってないっていう証拠ですかね。やってない、やってない、あいつやってないとスタンダードのキャラ選びますから、ね、そもそも死にかけ昇竜拳出せんのかっていう話もあるんですよね、地味にね。さあ、まず殴っていく、このメガネッコはどうなんですかね、強いですかね。あ、有識者帰ってくる、有識者、じゃあちょっと聞いてみ18号です。このメガネッコはどうなんですか、はい、新キャラ、まあ、2トップと呼ばれてる片方ですね。あら、強いんだ、はい、そういうことですか。さあ、ここはバンナ君、飛び込んで、なんだその小橋の刻みは、怪しいぞ、シリカネ君。設置系のキャラなんで、あれで設置をして有利を取っていく感じ、ね、おー、なるほどね、そうですね、ソリトワイタン EX はかつてから、設置系のキャラがね、ストツーにしては珍しくいるゲームになってますが、まあ、その類のキャラクターになっている、メガネコですね、ツーピー側なる、飛び込んで、なんかわかんないけど、ガードクラッシュです、ガードクラッシュ、ガードできないです。あ、なるほど、そうか、縦押しでガードクラッシュが出るんですね。はい、そうです、1ゲーム使ってガード風の技が出ます。思い出したぞ、EX。 じゃあ2ラウンド目、死にかけ、お前さっきから足払い振ってるからジャンプキックやってるからだぞ、お前波動拳打った、あっ、ガードして、そうですね、剣は中足波動から進化波動が出せればなんとかなると、なんとかなる、はい、おうめ、なんだなんだ、カサダリ、シンク波動、さあここでエクセル使っていくのはなる、なんか微妙に安いコンボのままエクセルが終わっていく、あ、もう一回使った、あ、スライディング、スライディング、あ、いいですね、安定、安定、安定、8ヒットとなっております。おっと、ジャンプ中、ジャンプ、お、ジャンプ中を覚えたな、死にかけ、死にかけ、今日はジャンプ中パンチを覚えた、あはは、6ヒットあー、シンク波動、当たんないでしょ、それすごいですね、ゲージ吐いただけ、ひどい技ですね、ひどい技です、あー、死にかけキャラ、メガネコ、さあ死にかけピンチ、大丈夫か、いやひどいですね、ひどいですね、動けないじゃないですか、そうですね、あ、飛び込んだ、ちなみにあれ、あの、設置をした後に腕がなくなるんですけど、はい、しばらくの間戻ってくるまでは設置がまたできない。ああ、なるほどね、そういった技になっていると言ってる間に勝ったのはナルゴメイト。じゃあ次、じゃあババ選手と41選手、じゃあ試合の方お願いします。ゲームオーバー、はい、41さんガイルなんですね、41ガイル、ババエリア、ガイルエリア、あー、そう、ナッシュ、ナッシュだ、02大会で、あ、何度も優勝してる41さんですね。このガイルどうなんですか、このゲーム、このゲームガイルは弱い方ですね、弱い、あ、なるほど、この組み合わせは割と終わってる感じ、終わってるゲームなんですけど、ここはちょっと41選手ストリートファイター能力だけで頑張らないと逃げないというところで、ババさんはミカドに2プラ入れてもらってから触って始めたプレイヤー、あー、なるほどね、ヨイチさんは昔からやってるんで、その辺のちょっと知識の差が出ると、ね、ガイル側もいけるかもしれない、ね、なるほどね、まあ、強キャラを使っているとはいえ弱い人の筋トレに勝てるかどうかというところですかね、はいはい、すね、筋トレ、中盤からソニックが繋いでいく、なるほど、あの右手が返ってくるまで技は使えないということなんですね、です、さあここは空対空、かぶせていく、ロケッティア、おっと、なんだその技、前蹴りからオートサーバーからダブルサーバー繋いでいく、このゲームは必殺技をキャンセルしてスーパーツバコンを出すことができるゲームになっておりますね、さあ今度は裏に回る、あら、確かにああいう攻めで強そうだな、さあここでソニック、設置、空対空浴びせて、あ、ひどい、ひどいっすね、筋トレに勝っていくキャラ性能、まずはババ一歩選手、
あ、跳ね返すんだ。はい、飛び道具跳ね返す。ああ、なるほど。さあ飛び込んでいくな。中盤キャンセル。あ、じゃあ中足で返していく。このゲームの、いわゆる通常技のつなぎ、はい、チェンコボンみたいなものってあるんですか、はい、目押しでつないで。目押しですね。あ、ええ、皆さん目押しでつないでるんですね。基本的には2フレームの目押しになってます。2フレームの目押し、ええ、あ、なるほどね。あ、そうか、EX1 もそうだったもんな。そうですね。なるほど。10パンチからの大キック、なのに小キックからの中キック、10からの中、すべて目押しになっている。投げた、設置が置いてある、動けない、ガイル、スライディングで足元を買う、スライディング崩れちゃうんだ。ソニックで、それ崩れた、はい、もう見てからスライディングで崩れます。甘いですね、危険なキャラクター、メガレコ、トップのレッカーとして、いやー、読み違える、頑張ってほしいところ、馬場君が非常にクレバーな攻め、ジャンプ台、クータイプ、かぶせていく。さあ、ここはどうなる、飛び道具、なんだその飛び道具が返しは。あー、エクセル微妙に安いけど、あー、これはきつい、あー、ババさん冷たい、冷たいよ、冷たい寒いですね、雨降ってますから。これはありますよ、ありますよ、これはありますよ、冷たい、だったらババお見事。じゃあ次が、ベホマソホナミ、ベホマソ君とホナミさんでは試合の方お願いします。ホナミ君ワンピンガワ、ツーピンガワがベホマソ君となっております。ナナセとロッソ、ナナセとロッソ、ロッソですね。この組み合わせどうなんですか。ナナセがさっきのツートップのもう一人です。あ、なるほどそういうことだったか。この辺はストリートファイターシリーズというよりも、有香さんが作ったキャラクターというような感じの、そうです、オリジナルキャラクターとなっているからね。さあ、おっと、かっこいいぞ、ドラゴンキック当てていく、5ヒット。さあ、ここはエクセルかぶせたいが大パンで潰されていく。ナナセ強そうだ、動きが速いね。さあ投げた、ほい。さあ大き攻め、あれがコマ投げです。コマ投げ、はい、あのスカリモーションのないコマ投げです。ああ、なるほど、防御崩し的ないわゆるコマ投げになっていると、はい、そこから連続技を当てていくというような流れになっていると。にょい棒、伸びのにょい棒、おっと対空バッチリ。ここは一本選手ホナミ、さあ今度はめくってから体を入れ替えて連続技、スーパーキャンセル、さらにそのまま殴っていくにょい棒。さあベホマソン飛び道具、バッサリ飛び込まれて、ニョイボを当ててスパキャン、おお追い打ち。さあここはゲージ、あ、飛び狩りしてエクセル返していく、エクセルをエクセルで潰していく。おお強えな、ガッタのホナミ、おめでとう。シンゴとヨス、はい、シンゴ、ヨス、試合の方お願いします。ゲームオーバー。ワンピガワヨス、ツーピガワシンゴ。山手線大丈夫かな、動いてるかな、動いてるよな、なんか止まってるわけですね、うん、大丈夫かな、あ、なんか、あれですね、断続的な運転になってるっぽい、断続運転になってるかな、ちょっと急いでやりましょうね。ヨスリュウ VS ドクトリンダーク、シンゴ、ダークどうですかこのゲーム。ダークも全く弱い方なんですけど、これは割といい組み合わせですね。なるほどね、なんか EX1 が出た時、なんか秋葉行くとダークばっかりでしたね、なんかね。そうですね、前作もダークが相当強かったんで、ダークばっかりでしたけどね。紐から引っ張って連続技、ちょっとストツーっぽくない、シンゴさんしっかりしてますね。いや、うまいですよね。さあエクセル繋いでいく、ちょっとあのスト2の方程式にいないキャラだったから、なんかね、みんな対応できてなかった感じですね。いわゆる設置系と呼ばれてる、ボヤですね、うまい、シンゴやる、一本戦シンゴ。あ、これは2みたいな永久的なものはない、エクセルを作った。永久はあります。あ、あるんだ、先ほどのロッソとか、ロッソ特定のキャラクターに対して永久です。あ、そうなんだ。あとチュンリーとか、あー、チュンリー、ロッソ、そのあたりで、まあ、いわゆるこのスト2的 な立ち回りで、なおかつあのエクセル、はい、そういったものをどう使っていくか、はい、あとガード不能か、あとスーパーキャンセルですね、その昇竜拳をガードされても、あ、そっかそっか、フォローが効く、フォローができる、なるほどね、その読み合いが付加されていると。うまいね、シンゴ、なんだろう、設置、めくってノックアウト、変わったな、シンゴ、おめでとう。何気にやってますか、なんか弱いキャラに見えませんね、はい、アルミックとコン、アルミック対コン選手、じゃあ試合の方お願いします。ゲームオーバー。あ、大丈夫ですね、山手線動いてますね、動いてるね、大丈夫だね、
そっかそっか、スーパーキャンセルがあるから、まあ、例えばその昇竜拳読み外してガードされても、まあ、そこからまあ一応フォローが、ね、着地して真空波動打つとか。なるほどね。じゃあその辺を楽しめるようになってくると EX シリーズがたまらなく面白くなってくると。で、ワンピーガーはチュンリー、ツーピーガーは、シャロン、シャロン、はい、シャロンですね。シャロンはどう？シャロンはかなり上の方、上の方のキャラクター。投げていく。ここは2人とも2プラ勢なんで、2プラ勢、じゃあお互い手の内は分かっているという、そうですね、2プラらしい対戦が見れるかもしれませんということでね、まあ、ちょっとチュンリーの闇が出ちゃうかもしれないですけど、チュンリーの闇が闇を許容してからが、ゲームですからね、スタートですからね。さあスパコン決めて必殺技で距離を詰める。そのまま投げを決めていく。うまい。さあ飛びかな、ジャッパチ返していく。あー投げが入る、知ったか。はい、まずはチュンリー一歩選手。まあ、非常にあの西谷さんが作るゲームっていうのはあの中攻撃がね、非常に使い方が面白いゲームが多いよね。意外とあのスト2の系譜とゼロの系譜、サードのあのスト3の系譜で全然違うゲームだった。 EX1-2 はこれ A 級です。あ、これが A 級、かっこいいですね。闇が見えた。おお、いやひどいゲームですね。こんなゲームじゃないんですよ。こんなゲームで、ほら、ミスった、ミスった、ミスった。こんなゲームじゃないんです。そしてすぐさま投げに切り替えていく。コン選手サード表だった。おもむろに削りに行きましたね。ロックですね、今のは。おもむだったら今何が来ましょう。また来ますよ、今度戦列が来ます。戦列が来ます。あ、これは、あー、これはやめるか。あー、起き上がっちゃった。エクセルトリカリン、ダメだった。勝ったのはコン選手。あ、見えた。ヘッポコササズカ、ヘッポコ対ササズカさん、お願いします。お、来ましたね、ササズカ選手。地味にこのゲームをやり込んでいると噂されているササズカ選手ですね。ワンピーガーはヘッポコ選手、ツーピーガーはササズカ選手、お願いします。ササズカシャロンとシャドウガイスト、シャドウガイスト、かっこいいですね、このキャラ。なんか怪しいやつがまた出てきましたが、黄色のビューツが、ブーツが非常に偽仮面ライダーを放出させる手袋ブーツがね、シャドウ、それに対して笹塚くんのシャロンとなっております。さあ返していく。さあエクセル決めて、おっと、そのままレッドバザー。おっとは笹塚くんこれやり込んでますね、完全に。まあ、キャン、そのまま投げる。ただヘッポコさんも彼あのメインはシャロン使いなんで、ああなるほど、今日はちょっとあの手の内は知ってるはずです、ね、なるほどね、空気を読んでちょっと落ち着いていってほしいですね。さあ普段自分が使ってるキャラクターに対してどのように、おーとうまい、レッドバザーしっかり決めて、おーとそのままサバ中心。さあ画面に追い込んでいく。そうですね、シャロンがゲージがないんで今が攻め時ですね。攻め時、一方的に追い込んでいきたいところ、ここは回を入れ替えて。このゲームはいわゆる画面端がないゲームかな。画面端あります。ある、はい、あります。なんかあの画面端 の, あのジャンプ攻撃の表裏が非常になんか慣れないと難しそうな印象を受けましたが、まあ、そうですね、特定の技が画面の端から離れちゃうっていう、そうそうみたいだよね、うん、その辺をちょっと覚えてもらえると楽しめるかなと。さあここは大田どっかと、うめえ遠方選手取り返す。まず1ラウンド目相手の手の内を見ていたか。シャドウ、ヘッポコタックルから、さあ殴り合いが続く。飛び込んで中盤、中足、そのスルートはキャンセル。エクセルまで繋いでいく。さあここは体力半分以上リードしていく。ここ選手、サズカ選手勝てるか。さあぶっ放しにエクセル当てて当てて、パワーうまい、しっかりしてる。さあ同じようにスパキャン、また拾う、さらにエクセル、いつまでも続くよ君が泣くまで、殴るのはやめないという感じでしょう。さあ次ですね、この読み合いで、この読み合い、ああコンボをミスんなければ、あーミスった、ミスんない。ノックアウト、勝ったのはヘッポコ。今おそらくコマ投げのミスリですね。じゃあ18号とカミングスーン、選手、18号選手、じゃあ指揮の方お願いします。有識者の18号、今日は優勝できるかどうか。ランダム、何を選ぶ。アハダーク、エキストラ、うん、エキストラがランダムっていうところですね。なるほどね。さあ先ほど勝利してきたカミングスベガー、
と、ランダムで選んだ18号選手のダークト。なんだって聖子ちゃん。さあ聞いていく。このその設置に対してどう立ち回るかがこう基本的に注目になりますけれどもね。まあ、このカッピングスー選手のベガ非常にこの設置に対して慎重ですね。さあスライディング足元を刈っていく一瞬のスキル皆さんもう一発。さあここは攻めていくエクセル使っていく投げに切り替える。いや死んでるだろ、死んでるだろ。ちょっとサムスピっぽい投げでしたね。さあ設置しゃがんで様子を見ているカッピングス選手。無限に出てくるダイナマイト、無限に出てくるダイナマイト、ダイナマイト生産工場が体内にあるといういわゆるあのガメラ対議論というところの議論の手裏剣脳と一緒に脳みそが手裏剣でできているから無限に手裏剣が打てるというね、そういったシステムになっている。どうでもいいですねそんな話。さあアトミカリ、いやここはドクトリンダーが勝つ。さあ設置設置投げた、ズビャー残り5秒シンドルッツ飛び込んで、いやー18号選手非常に手堅いですね。タイムオーバーまで粘ったけれども、まずは一本選手18号。さあここはお見合いが続く。2ラウンド目設置様子を見ていく。あれ立ち台キック強そうですね。速いキック、ハイキックを見せ、回し蹴りを見せるドクトリンダーク。さあ中足払いの足払い合戦、やはり、根幹は疎通ということで足払い合戦に終始するのか。ここはスパコン使って当てていく、まあ、ダッシュも、おダッシュもバックステもないですからね。そうなんだよね、まあ、いわゆるその有香さんの作る格闘ゲームはやっぱりどこが根本が疎通になっていると、まあ、疎通作った方が社長ですからね、まあ、それはしょうがないとしても、非常に遊びやすいゲームになっているかなと。さあチューチューチューつないでスパコン、恐ろしいほど体力を減らしていく。タンミングスーペーガー、あ、紐対空の紐、いいと設置。なんか割と夢があった、夢があったですね、今、はい、あーエクセル光って返して、さあこの後のメガの選択肢投げて引いてもう一発。これはこれが18号あーうまい18号勝利、お見事。ナルとババ、はい、じゃあナル君とババ選手お願いします。ゲームオーバー。あれ最後ガーフ？ガーフですかあれ。これはあの単純な表裏ですね。表裏。多分今のは表じゃないですか。表？はい、ああそうなんだ。設置をガードしててそれをめくったところで別にガードはできるってこと。はい、ガードできます。あ、なるほどね。二分一です。はい、わかりました。というわけで、ナルババドッとなっております。ナル君が、2P ですね。ババ君が 1P 側、ナルの方が、赤パンツ、紫パンツがババ君ですね。まあこれはね、強キャラ同士、同キャラってことですね、結構2プラの中でもこうアグレッシブな戦いがなるほど、アグレッシブな、どちらが殺すか。さあまあそうだよね、バックステとダッシュがないということ で、 そうです、ね、いわゆるストリートファイターらしい戦いをまあ基本的にはできるというふうな流れになっていると。ただバックステのジャンプダッシュあのステップがないのに設置があるんで、やっぱりその辺だよね、設置キャラがどうしても強くなってしまうというところでね、さあここは大パン振り合っていく両者。さあナルが若干体力リードされている状況、飛び飛ぶ立ち合いから、さあここ表だった、対空対空でかぶせていく、いやかぶせ返した、中段かいばの、さあなんだこれ、はい、中段ですね、中段ですね、はい、ね、飛んで空対空、あぶね、あ当たった前蹴り。さあナルどうすんだ、さあロケットパンチやめろ、しわし、さあロケットパンチ打ち合い、さあ戻ってきた、これまではしたことがなくなる、どうしようもないどうしようもない。さあ空対空かぶせて、ババア一本選手、ラウンド2ファイト、スライディング、ここは読んで中足、こう中足払いの振り合いがね、あ熱いゲームになってますね。さあここで返していく、飛び込んでいくのエクセルと返す、無敵時間を有効利用。さあ最後サマー繋いでいって、さらに拾っていく、なる、あババ君やり込んでいく、さあ投げた、いやババ君うまいですね、やってますねこれね、やってますね、やってる動きですね完全に。さあ空対空かぶせていく、もう一回2ヒート、さあ体力同じぐらいだぞ、設置、あ当たった、さあなるこの体力リード、おーすごい落ち着いてますね、落ち着いてますね、落ち着いてますね、あぶね避けた、飛び込んでいく、あーサマーから空中コンボ、あーおっとうまいぞ、なるが今度はこれ、あまだ死なないです、まだ死なない、はい、まだ生きてるぞ、
両者ともに殴りいい殴り合いが続く2ラウンド目なる後がないこの体力リード守るよダメこれでバーバー勝利を読むぞじゃあホナミ君と慎吾君お願いしますゲームオーバワンピーゴはホナミ選手7歳ツーピーゴは慎吾が使うのがドクトリンダークまあ、先ほど18号選手が教えてくれた通りダークはまあワンほど脅威ではないですがまあ慎吾君やり込んでるということでこのそうですね先ほどもそのボムを使ったあの表裏もやろうとしてたんでなるほどねこの辺をどう対処していけるかそれに対して七瀬まとわりついてドクトリンダークを好きに動かせない感じあ惜しい惜しいこれ違うし違うしジャンプタイムサルさあ投げるナイスジャさあ、奥攻め目おっと外したここはナイスカード中足返していくフータイクかぶせてあーっと鳴らせ体力リードのままそのままノックアウト日本選手、コナミ実はドクトリンダーク鳴らせの飛び込み非常に落としづらいんですよ、うん、なんかそれ、そうですねどうしようもないかしゃがみ台パンのとずっとしてるんですけど実は正解はしゃがみ着パンなんですよあーなるほどこれあれあれさすが知ってますねさすが知ってますねリンゴここでしゃがみ弱パンチ対空をしっかり覚えていくが体力リードさあうまいかっこいいなあーめくられた残念厳しい厳しい火力が高い勝ったなホナミお見事よしじゃあ次がコンさんヘッポコさん対コン選手じゃあお願いしますこれは、ま、あの発売からずっとやってるプレイヤー同士の戦いですなるほどかつてより好きだった EX2 プラス勢同士の対戦とはなっておりますがヘッポコ選手がシャドウですよねはい、はい、そうですさあじゃあ2プラス A らしい対決見れるんでしょうかとはいえチュンリーは結構強いですからね頑張ってほしいさあ中盤返して投げ抜けここは一旦仕切り直しさあインサイドワークから中段で飛び込んでくる今終わってましたね危ねえなこれ要はそうですね中盤返してタックルスパキャンここはジャンプで外していくチュンリー飛び込みガード中足速い中足だなチュンリー中盤返していくそうなんですあれ速い歩くのも速いですしリーチも長く判定も強いっていう、うん、そうですね逆にチュンリーは永久とあれぐらいしか強い技がないんですよあ逆にそれしか手持ちがないというような形、どっちかというとキャラランク的には弱い方になる弱い方になるとまあおそらくこれもう中足強いのはシリーズもうずっと変わんないの で、ねまあえて強いままにしたんでしょうねこれきっとねそれ以外の部分で恩恵がないチュンリー頑張ってほしいところシャドウが攻めるスパキャンここはカードジャンプ攻撃に切り替えていくエクセル使ってここは返していく逆にそしてあっと避けていく体力リードチュンリー危ねえ中パン中足中足を信じるのか危ないやっぱり中足を信じましたねお見事一方選手コンさんスープラを発売からずっとやっているということでもうスープラ出てからどんぐらい経った結構経ったよね90年代でしたっけこれ出たの15年ぐらい15年ぐらいですかねそうでしたそうでした中足差し込んでいくうわ早い2ヒット中足から中足がつながっちゃうのやばいですよこれやばいですよこれさあ一方選手ここにかけたいチューチュー、そしてスパコン、まずいく。さあ、ポン選手が体力リード、中足差し込んで、差し込んで、おーと、ローキックで返していく、投げはお互い入らない、さっそつっぽい立ち回り、どこで通常技を差し込んでいくか、一応ですね、チュンリーのしゃがみ中キックはですね、うん、シャドウガイストのしゃがみ中パンで潰せるんですよ、なるほど、なので、多分しゃがみ中パンを取っていくと思いますが、それもチュンリーが知ってるんで、中パンを透かして中足を差す、なるほど、なるほど、お互いの読み合いがそこに発生するわけですね、すねさあ、ヘッポコ選手、ここは体力リード、終わり、ね、1-1。逆にガードするとシャドウガイストがゲージが増えちゃうなるほどねでこの足払い の地上戦におけるそのじゃんけんが割と熱いんですね、はい、このゲームは ねさあ中段ここはガードしていく中盤切り替えてすぐに投げに切り返すバゲさあ体力リードはコン飛び込む投げを狙ったがここは抜けていくタックルからスパーキャン飛び込んでさあもう一度さあ中足払いが攻めすぐ
と飛び込む。さあここはエクセルで返していく。さらに拾う、うめえ。さあ落ちてきたところまた弱パンチ。ここは投げ抜け、中段から中足我慢しているシャドウ。さあここの体力差きついな、逆転できれば。ああ、差し込んだ、どうだ。さあここからまた拾う。さあ追い距離を詰めて、おお投げた、かっこいい。起き上がりのタク読み合い、あーチラシ、あこれはちょっと厳しいですね。中中、あっとだガードしてる、飛び込んだ。一応中足入れば勝てますか。あー残念、中パンチ今のですね。ありがとうございました、コンセン勝利おめでとう。じゃあ18号さん対ババ君ですかね。さあランダム18号ババのメガネコに勝てますでしょうか、注目。うわあ、出ちゃいました、ね、今日はランダムでみんな強いのよく引くね。しかも18号さん、これ前回このキャラで優勝してますから。あ、そうなんだ、18号選手ここで引きの強さを見せていく。だから結局有識者っつうのはランダムでも愛されることが多いということで、先ほどのフンジ選手もそうでしたけれども、テンサムにおけるね。さあ18号もここで愛されていく。さあ飛びから、さあ完全にレイプが続きますね、レイプマン18号広川太一郎、広川太一郎、沖田博之、さまざまなレイプマンですよ。あ投げた、いいよ。さあ匂い棒当てて投げ、あこれ駒投げでしたっけね。さあ一本選手18号、さあゲージが溜まってしまった、ゲージが溜まってしまった。さあ対空でのエクセル、あー始まる始まる、あーマジか。あさあ打ち返していく、ババこのチャンス逃したくない。おーいいよ、まあ、こんなこと言うとすごい失礼なのかもしれないんですけど、俺なんかねスト4よりこっちの方がスト4っぽいんだよな。あー始まりましたね、あー匂いも、さあもう一回、あーかっこいいですねこのレザーさん、お手玉お見事。死んだ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。やっぱね俺ダッシュはストリートファイターにいらないんじゃないかなと思ったんで。じゃあ18号勝利お見事。で次、ホナミとコン、はい、じゃあホナミ選手とコン選手お願いします。これも2プラゼ同士の対決ですかね。いやいいもの見られます、ね、いいもの見られます、そうですね、ちょっと闇を闇をいや、ああいうのをどんどん言っ言ってもらいたいって。まあ悩むところだよね、なんかそのオリジナルキャラがさ、なんか疎通キャラみたいな武骨なやつ足してもまたまた難しいところでゲームを売るってなるよね。というわけで、チュンリーで七瀬を崩せるかどうか、コン選手注目ですね。そうですね、チュンリー意外とその七瀬に対していけるんですよ。ああ、そっかそっか、相性的にはそんなに悪くない、むしろチュンリーの方がいいぐらい。あなるほどね、あじゃあこれはコン選手チャンスですね、そういう意味ではね。今自分がやった軽量キャラ級用のコンボも、うん、チュンリーだけ入んないんですよ。ああ、チュンリーにはお手玉入らないと。なるほど、おーっとうまいぞ、おーもう一発つなげていく。さあ19ヒット起き上がり、投げた、この辺が素数っぽい。さあ起き上がり、中段で近寄って今度は蹴り技。メインはチュンリーかダなんですね。おお、そうなんだ。さあ、と小投げから良い棒スピニングバードガードしていく。さあ空対空でノックアウト、一本選手コーン。そうですね、七瀬川ゲージを押しまずにいきたいですね。ここは、ゲージを押すんではいけないと、ちょうど止まっている状況にある七瀬。どうしても立ち回りの状況がですね、うん、チュンリーに攪拌を上げちゃうような状況なんで。なるほどね、さあそこでゲージを使ってフォローをしていきたいです。さあエクセル拾っていく、いいですね。さあ体力リード、コナミ飛んで、ここは投げ抜け、投げを読んでいた、中弱つないで投げ読まれた。さあいい差し合いが続いていくが、おっと入場が去る、2ヒットクータイクかぶせて、さあ今度はホナミが有利な状況。あっエクセル大丈夫ですね、
ここで空対空、空中に浮いてた。あーガード危ね。投げ抜けていく。なかなかこの体力差きついものが、なかなかそうだね、これひっくり返すの結構大変なゲーム。流し側がゲージを使うのを躊躇してると負けますね。なるほど、そういうことですか。という間にコンさんのゲージがマックスになっていると。おお、ガクラ浮いて、エクセル、あーちょっと今拾えなかったか。あ、うまいですね。あった、あった、対空。でももうお互い一応にはゲージ貯めるしかない。ゲージ貯めるしかない、あーダメだ、タイムオーバー。さあこれで 1-1。さあ泣いても笑っても勝負がつく。3ラウンド目、まずはスパコン決めていく、エクセル決めていく、そのままおおうまい、ジャンプ中キックで拾っていくが、ここは空対空、花火エクセルですぐさま返していく。さあ体力半分奪ったぞ、コーン選手あるのか。エクセル、でもコーンさん対空エクセルうまいですね。うまいね、まあまあ結構なんか簡単に出せる感じなんですかね。すごいうまいなと。そうですね、練習すればみんなできる。練習ですれば、はい、まあある種必須テクニック。そうですね。投げさあ、お見せめ、これは今勝利おめでとう、決勝進出おめでとう。さあこれで注目は18号選手が何を引くかなんですよね。そうですね、シュンリーに弱いキャラ引いたらもうその時点で終わり。ちなみに何引くとアウトです。ブランカとかザンギエフとか、ああその辺を引いてしまうと。そうですね、わかりました。じゃあ注目の一戦期待してください。そこら辺が出ると拍手喝采、拍手喝采になるということで。はい、というわけで月曜ミカド月曜大会、第1回目、メインイベント EX2 プラス大会決勝戦、じゃあ始めたいと思います。1ピーカー18号、選ぶキャラはランダム。2ピーカーは、コンさん、今日はキレキレのチュンリーとなっております。七瀬を引いても七瀬側が不利だと言っておりました。そんなコンさんに対して18号、なんだなんだなんだ、ザ拍手ありがとうございました。ザンギはやばいと言っていたらザンギを引いてしまって、いやこれでもワンチャン勝ったらすごいじゃないですか。さあこれは手痛い。あでもすごいぞ、スクリューパイルドライバー本日2回目あるぞ。まあこれ有識者に結構神様は微笑みませんでしたねこれね。ああ、いやーコン選手が落ち着きを取り戻した瞬間、全てが終わる。中足中足、これ一夜のゼロツーの決勝。あ、やめてやめてあげて。あーザーギザーギザーギのエクセル中盤で止める。あー返した、まだ生きてる。いやーこれやばいな、これどうすん、なんかないの、波動拳とかないの、ザーギ何もないのか。一応打ったけど、あー狙いはバレていた、今が一歩選手。ゲージ2本使ったのに、いやー吐き出しさせられちゃいましたね。いやーこの選手うめえ、大空そのまま踏みつけ、まるでダッシュのチュンリー対ベタルシムのように踏んづけていく EX2 プラス。あーやめて、何もできない、やめて、よー返していく。こいつ、あーやばいね、これ投げたー、とりあえず一矢報いる。あんまり振られ、あんまり振られ、あー殴られてる、蹴られてる、あー拾われる、踏みつけ踏みつけ、うるせえ向こう行け、踏みつけ、いやー、あーボディプレス、魂のボディプレス、あるぞこれ、あるのか、ダメ、あー後ろだった、後ろだった、めくってー踏みつけー、ストッピング、あー違うよそれ、怪しい、あー勝ったのはコン、でも夢は見れたね、ありがとうございました。いい試合でしたね、まさにごめんねということで。顔出し大丈夫、あ、よかったよかった。じゃあ放送席ヒーローインタビュー、ちょっと準備待ってくださいね。はい、優勝したコン選手です、みんな拍手、おめでとうございます。ありがとうございます。どうした最後の決勝戦。そうですね、なんか結構まあ有利は有利なんですけど、はい、
まあ逆にすごいプレッシャーがプレッシャー負けたらやべえなみたいな完全にヒールっていう感じヒールなるほどねいやでも18号選手、はい、いやさすがでしたねそうですねあのあがきは見事でしたけどね、まあ、完全に人強プレッシャーを受けながらなるほどなるほどこのゲームチュンリーってさっき18号さんも言ってたんですけど、はい、割とあの A パと中足はあるんですけどそれ以外が結構戦いづらいってことなんですけどどうですその辺そうですねなんかあの強い部分がはっきりしてるキャラで、うん、なんかあれなんですよあのさっきの中足払いもあの、うん、初見の方でも分かるぐらい、うんまあ、明らかに中足の隙がなくて強いですよねできて長いっていう、うん、あの距離はすごい得意キャリアなんですけども、うん、あの他のキャラと違ってあそこからつなぐ必殺技っていうのが基本的にないんで、うん、ないなるほどねEXリーズ の特徴みたいな、うん、中足からとりあえず必殺技スパキャンみたいなパターンが、うん、ないんでなるほどねちょっとそういうとこが弱い部分があまあその分エクセルに結構頼らざるを得ない部分っていうのがあって ねいや結構コンさんのチュンリー見てるとあれ始めたくなるよね、うん、なんか中足打ってるだけで強いじゃねえかとか勘違いしちゃう感じなんですけどいやでも結構初心者的な方にはなんかそういう単純な行動でも割と戦えるキャラではあるんでそうねっていうところ、うん、それはね僕も今日感じたんだよね、はい、いやすごいプレーだったなと思ってあの七瀬っていう強まあ一般的に強いと言われてるキャラクターに対してチュンリーは結構戦えるってことだったんですけどそうなんですかあれそうですねちょっとなんかそこは組み合わせの妙で、うん、チュンリー自体は、うんなんかキャラランクとかと、ええ、まあ俺はそう思ってないんですけど、うん、結構下の方に位置づけされるキャラなんですけど、うん、なんか七瀬とかにはですね実は結構いけ、うん、七瀬の得意のところを潰せる技とか、うん、なんか七瀬も、うん、あ大丈夫大丈夫、はいうん、前の調整とかがチュンリーの方が足が速くてああなるほどなるほど得意の前でいないでいられたりですとかなるほどねあとよく七瀬で立ち中キックから中の3連コンを打ち切るのが強いんですけど、うんはいはい、あれがヒットしてたらコンボにでそこで止めたら基本的に感激受けないみたいなパターンがあるんですけど、うん、なるほどねそこにチュンリーはですね中足が差し込めるんでああなるほどなるほどガードさせていい技っていうのが七瀬側から見るとなくなっちゃうんで普段できる行動っていうのが結構制限されちゃうのがめんどくさいっていうなるほどねそういう意味では結構奥深いキャラだったってこと ねチュンリーはね分かりましたありがとうございますというわけでね今後も EX2 プラス大会ちょこちょこやっていきたいと思いますのでぜひまた参加よろしくお願いします、はいまあ、正直何でしたっけちょっと台 の撤去になる時の総選挙の時とか、うんうん、なんかかんばしくない成績だったんで正直ね見捨てられてもおかしくないゲームだとは思ってたんですけどそこをなんかちゃんと拾ってゲームを開いてくれてるんで本当に味方さんにはありがとうございます今後ともよろしくお願いしますいや僕が基本的にスト4を嫌いで EX のがスト4ありかがスト4を作った方が良かったんじゃないかなって思ってる範囲でこういうこと言うなって話ですすいませんでした、はい、というわけで今後ともどうかよろしくお願いします、はい、強かったというわけでねはい大丈夫ですか最後に言っていいよ、はい、来週の日曜日あ来週というか、22日の日曜日にですね、うんうんうん、ストリートファイター EX2 プラスのフリップの対戦会を13時から18時のハイダレですね行わさせてもらいますので、はいはいはい、ぜひこちらも興味持った方がいらっしゃったら配信見てる方とかでもぜひ参加していただく、はい、参加費無料でやってますので、はい、じゃあ22日は、はい2プラスへのおごりで、帝でゲーム EX2 プラスができるということでね、はい、よかったらぜひ集まってください、あとそうですね、あとその同時に開催でファイティングレイヤーのフリップですとかあと、はい龍虎外伝のフリップとあとブリキマンのフリップもですね、はい、同じ日にこれもいずれも参加費無料であるのでぜひ気になったゲームがあったら一つでもやりに来てくれるとはい、わかりました。じゃあお昼ぐらいから22日、はい、帝にアリカファンは集合ということでねありがとうございました。というわけで強かった、コン選手でした。みんな拍手、優勝おめでとう、ありがとうございます。はい、というわけで2プラ大会、あ、いえいえ全然全然、今後もツープラじゃ盛り上げていきましょうということでね、テンサム並びにツープラ帝で稼働してますんでどうかよろしくお願いいたします。帝は5月月曜日、毎週今後ね大会やっていきたいかなと思っておりますが、来週の月曜日23日が8時よりエントリー開始、ブリキー1そしてワールドヒーローズパーフェクト大会となっております。で再来週の月曜日30日はストリートファイター02、そしてモエロジャスティス学園の、大会となっております。月曜大会、あと2回、どうかご視聴ご参加よろしくお願いいたします。で明日8時頃よりアクションゲームの攻略配信やりたいと思ってます。笹塚選手が今日もスープラ大会出てくれた笹塚選手がねソライダ飛竜2のワンコインクリアに、目標としてプレイ配信やります。さっき笹塚くん練習したけどうまいね、すっげえうまい、うん、これは全部覚えてますよね、うん、明日の配信超かっこいいですよ。僕ソライダーヒル2って割といいゲームだと思ってかっこいいなと思ってたんですけど、結構1の方が
ね、好きな人多いんですけど、2も結構かっこよくて捨てがたいゲームだと思ってるんで、その辺魅力を明日伝えられたらいいななんて思っております。笹塚くんが、見事クリアできるかどうか、それで飛竜2の攻略配信どうかお楽しみにということでよろしくお願いします。はい、というわけで本日平日ながら多数のご来店誠にありがとうございました。ちょっとね、地震があったんでちょっと皆さん携帯とかで電車の状況を調べていただいてね、まあ、余裕があればの試合の方楽しんでください。はい、月曜大会、2プラ大会以上終了です。ありがとうございました。ラウンド2